俳優の佐野勇斗が、7月期の連続ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK で共演する目黒蓮が所属する人気グループ、スノーマンのライブを見た感動を自身のインスタグラムで報告し、ファンらを楽しませた。佐野は11日、スノーマン、ファースト、ドームツアー、2023、アイドゥーミーの東京公演に観客として、参戦。その帰り道、移動中の車内からインスタグラムのライブ配信を行い、ペンライトと目黒のうちわを小刻みに振ったりしながら、神様いたな、9人の、どんな顔で次、目黒くんと会えばいいんだよ、俺、すごかった、などと、ため息混じりで感想を述べた。佐野は同アカウントでライブ終了後の自身の写真も投稿。スノーマンさんのライブにお邪魔させていただきましたが、街で楽しかった、通いてああ、元気になった、目黒くん、やばかったな、あら惚れる、などとライブの感想を綴った上で、スノーマンの皆様、スノタンの皆様、ありがとうございました、お邪魔しました、と礼を述べた。コメント欄などにはファンから、佐野勇斗が目黒蓮のうちわ買ってる、世界線に泣いてるよ俺、しっかりめめのうちわとペンダ持ってオタクしてて可愛い、だんだん目黒タンになってく佐野くんマジで最高、オタクで好き、といった声が殺到。また、めめと佐野くんのドラマめっちゃ楽しみ、ライブで、紹介されてたね、トリリオン頑張れ、目黒のケア忘れずに、春学コンビ楽しみにしてます、など、二人の共演に期待を寄せるファンも少なくなかった。トリリオンゲームは、ビップコミックスペリオール、小学館で連載中の同名漫画、原作、稲垣理一郎氏、作画、池上良一氏、が原作、主人公の世界一のわがまま男、春こと天王寺春、目黒、と、真面目で不器用なエンジニアの学子と平学、佐野、という正反対の二人がゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いでこの世のすべてを手に入れようと成り上がる姿を描く。